ママは私のことも捨てちゃうのかな。私の前に現れたのは、大きくなったね、マキおじさんと、いらっしゃい、ともちゃん。彼女のリンコさんでした。リンコです。はあ、私ね、生まれた時は男の子だったの。僕の一目惚れです。リンコさんが私にしてくれたこと、ご飯を作ってくれた、キャラ弁を作ってくれた、髪を可愛く結んでくれた。行ってきます。いってらっしゃい。ともちゃんとはもう遊んじゃダメよ。一緒にいた人見たでしょ、普通じゃないの。私はね、これですっげー悔しいこととか死ぬほど悲しかったりすることを全部チャラにするの。私、マキオと結婚したらトモのママになれるのかな。リンコさんのような心の人に惚れちゃったらね、後のいろいろなことはどうでもいいんだよ。3人だからきっと見つけられる。新しい一日がここからまた始まる。